ピオキングです。今日もですね、一発マリオとトロールコースやっていきますか。で、今日の一発マリオと質問答えるコーナー、もうコース名でも何でもないですねで、これ嬉しいのがね、詳しく見るを見てみるじゃん。そうしたらですね、ここにピオキング大好きさんっていう方がいたんですよ。どうもありがとうございます。ということはね、置いといて早速このコースやっていきましょう。クリア率 0.42%、 めちゃくちゃ難しいね。サムネを見る限りじゃまだどうやってクリアするかね、全然わかんないんですよ。で、ファイヤーマリオのままゴールっていうのは多分予想ついてたんですよね。一番右にファイヤーがあるじゃん、あれをどうにかして取らなきゃいけないんだけど、これピー踏んだらどうなるの全然意味わかんねえ。でもなんかさ、左の方に羽ブロックがなんか飛んでたよね。ほら、ここ飛んでるでしょ。これを叩いてみよっか。キラー、あ、わかった、このキラーを取って、あの右の方に行く感じか。これいけるかもしんない。ここでキラー取るでしょ。そしてこの一マスのところでポンポンポン、あはははは、難しい。これここで一番下、ここ、うまい、なに今見た、あのブロックに邪魔されてね、歩いてしまうんだよね。っていうか今気づきました、ここで飛べるねここで飛ぶことができるんだよね。ほら、これでできるんだけど、こっからどうするかだよね。あのトゲゾウの下行っても隠しブロックがあるし。じゃあ最初にキラー取るじゃん。そして降りてピースイッチ踏んでみようか。そんでさらに加速するみたいな、ほら今みたいな感じ。ちょっと分かりにくいかもしれないから、もう一回説明するね。こっから加速するんだよね。そして降りてまたジャンプして再加速するみたいな、多分それでいけそう。まずここで取ります。そしてジャンプ開始、再加速、ほら来た来た来た。さあ早く2秒、2秒、いや、これ結構難しかった最後なんて言ったかわけわかんないんですけど、どうもありがとうございました。はい、それじゃあ次のトロールコースはこのコース、ザ・バトル・アゲンスト・インスペクティティちょっと噛んでしまいましたけど、最後のですね、インスティンクトっていうのは、今ね、Google でその単語だけ調べたんだよね。そしたら本能って出たんだよね。だからこれを日本語に訳すと、あの本能的な戦いをもう一度みたいな感じだと思うんですよね。ちょっと分かりにくいよね、本能的な戦いって。だから本能寺の変でいいね本能寺の変、それじゃあやっていきましょう。初見殺しはない感じだね。スネークブロックとドアと土管があるけど、ちょっとスネークブロック乗ってっていい？このスネークブロック乗ってて土管終わったそれじゃあ走って速攻扉に入ればいい感じだね。さあ次に行きましょう。ここはちょっと待って、いやそれじゃあこの扉入ったら左押しっぱだね。そしてこのメットを踏んでおく、それが一番大事何一番大事って。でここでトゥルレテンテテを取って右に投げるパターンでしょ。絶対これで合ってるよ。左行ったら多分次に進めないパターンだと思うんですよね。さてここで、あどういうことですか、ここどうやって行くんだろう。走って土管には入れないし、あ、なるほど、バネを持ってこの土管に入れっていう感じだね。それじゃあ最初にここでメットを踏んでおいて、キノコ取るじゃん。あ、キノコは後ででいい。この USA は今取って、ここでバネを引き抜いて P が押されたら土管に入る、それで完璧だったね。さて次はガリガリを抜けてハテナブロックが一つあります。このハテナブロック叩いてみましょう。何か出る、デカキノコが出ました。デカキノコで上に行くのは間違いないと思うんだよね。そしてここで大丈夫、上上がっていいよ、もう一度、おっでここで当たれないか。じゃあこのまんま上に行こう。このブロックは何だろう、この氷は意味ないね。じゃあこのまま下行きます。あ、なんか順調だね。そしてここでブロックを壊したら鉄球が出ると思うんだよね、きっと。そう、熱い、熱いよ、大丈夫、こっち来ない、大丈夫だね。このまま進みましょう。あれ、マジで順調すぎない今日。ほら、なんかデカキノコのまんまこのこっち来ていいって書いてる。さて4つの缶があります。一番右に行きますか、こっちで合ってる合ってない。それじゃあここは土管だね、どっかの土管に入れる。あれ入れんね、
じゃあ右下で合ってたのかな、ここでジャンプして下に行けみたいな意味わかんねえ。それじゃあさ、次当たってみよう。当たって砲台の横に追っておこう。そしたらどうなる。あ、右下に行けるんだね。じゃあ先進みましょう。鍵があるね。あの鍵は仮面が追っかけてくるやつでしょ。一旦当たってチビになってよ。通り過ぎる。これ顔面当たっちゃうやんか。これ大丈夫マリオ。画面吹き飛んでってるでしょきっと。じゃあもうここら辺で一旦当たりますね。そして下に行って鍵を取らなきゃいけないね。きっと取らなきゃいけない。でもこのハテナブロックが鍵の可能性は、うわ、ないな。じゃあここで鍵を取って仮面が襲ってくるでしょ。お前が襲ってくんのか。この鍵を取ったらすぐ右に逃げよっか。多分それで逃げれると思うんだよね。こう、よし、オッケー。あ、動けねえ。もう左に逃げれって感じか。早くやれよ仮面。何そんなうろうろしてんのよ。それじゃあこの鍵右に行ったらダメだったね。なんで左にジャンプして取ろう。こういう感じ。そして仮面が襲ってくる前に逃げましょう。ウェーイ、襲ってくるがいいさ、ほら。当たんねえよ。それじゃあ次に進みましょう。あ、待って、このキラー動かない。大丈夫、オッケー、大丈夫。これは右に行っていいかな。うわ、考えさせろ。じゃあこの鍵ドアに入ってすぐ右に行こう。でも動くと思うんだよねこの大砲。頼む、動かないで。よっしゃ、勝った、今日勝ったよ。そしてこれは何もしないでいいな。で、このキノコトゥルルテッテッテを取って、一旦何もしないで右行っていい。待って、ブンブンがいるとか聞いてない。もう同じ仲間でしょメットは。何や、お前は何なんだドス。いや、このドス右に来させる。どこ行ってんのドス、こっち来てよ。ちょっと待っておいていい、待っておいたらどうかなるみたいな。なんかだ、さあ、なんか出てきて、ほら、なんか出てきたよ。もう出てきてない、落ちるしかないのか。それじゃあすぐに USA キノコを取ってあのメットを投げる。それで正解だと思うんだけど、ここ下どうすんじゃないの。早く投げようか。たぶん何戻ってきた。どうすりゃいいのここ。あ、わかった、上の方からジャンプして投げればいい感じだったんだね。でね、何回もやり直ししてるからさ、最初ここメット飛んでくるじゃん。そのメットの踏み方がめっちゃテクってるんだよね。見て、ほら。もうこの踏み方テクったよ。ちょっとしたチョビジャンで踏めるんだよね。だからこの踏み方の名前をチョメットジャンパーと呼ぼう。チョメキングですね。チョメキングってなんかやべえな。それじゃあここは USA 取って、ここでジャンプして投げる。多分これでいけるんでしょ。これでいけるんでしょ。で、中間ポイントゲットだね。やったね。そして、あら、また同じところだね。今度はきっと上だよ。あ、待って、間違えた。あ、でも一応やり直し聞くね。でも下にブラパいるんだよな。これ当たるのかな。当たらないで。よし、下に投げます。今度は下に OK。 いや、待って、もう一回取る、もう一回取って。もう一回取って、もう一回右下に投げればいいんじゃないの。なんかブロックあるよね。ほら、熱い、多分こっちが正解だね。え、なんか毒切りかかったよ。ヒント、うわ、間違ってんじゃねえか。ここはどういうことだろう。え、ここになんかあるってこと。あ、なるほど、ここでジャンプしたらなんかが出るんでしょうねきっと。じゃあここは何でしょうね。C 耐久ですか、どこに持っていくんですか。中間ポイント、あ、中間ポイントは戻すわけじゃないか。死耐久っぽいな、ここ。どういう死耐久でしょう。なるほど、この弾を避けて左の炎に当たれってか。そういうのはもうお得意だよ僕。ほら、これは多分簡単だと思うんだよな。多分何回かやってればほら結構簡単にいけちゃうもん。何が優しいかってか、このガリガリを設置してるのが優しいよね。ということで、ここは下で溜めてジャンプすれば何か出る。ほら、そして鉄球が出てきて、こっちでもよかったってこと。さっきこっち行けたよね。普通にメット投げてもいけたと思うんだけど。で、ここでジャンプ来ました。なんかやべえ、これ絶対やべえよ。すげえ罠引っかかるよきっと。やばくない。じゃあここで待機しておきます。やばい、マリオ分身してる。どうなる、このバネに当たったらどうなる。なんでバネ降りてこないの。弾切れか、バネどこ行ったの。
それかこのままジャンプしていい感じですか。どういうことだよこれ。多分バネに当たって右に行けっていう感じだろうね。さあ2回だけバネが出てきたと思うんですよ。早く行こう、早く行って、さあこのバネに引っかかる。おーいバネより前にこっちに来ちゃった。大丈夫、なんかバネに当たりたかったんだけど。ホールド左っていうことね。わかりました。一旦バネに当たってみていい？それちょっとみんな見たくない？ここで何もしないでバネ当たる。うわーすげー。じゃあ次は左ホールドします。左押しっぱ、そしてバネに当たって、ナイス、いいところに、ここちょうど穴開いてるな。じゃあここでリンク取ります。リンクを取ってこいつを縦で弾き返すだと思うんですけど、その通りにしましょう。さあちょ出てきて、あれあれ落ちてこないね。とりあえず爆弾で壊してみる。そしてなんかなると思うんだよな。あ、左に行くのかな、それとも一旦左行ってみようか。こっちに行こう。でリンクでこの手でさ倒せなかったっけ。あ、なんか倒せる。イカ、何何よ。邪魔すんなよイカ、もう閉じ込められたやんか。まあいっか、寒いんだよ。じゃあ次はここギリギリまで寄せてっていいんじゃないのかな。これで鉄球が落ちる感じだね。そして下に行く、ナイス。そして爆弾で壊して次に進みましょう。で次はこのまんま当たっていくと見せかけて爆弾持っていきます。なんかあったら危ないんで。ああここで死に耐久か。え、じゃあどうすればよかったんだろうね。あ、これでも簡単だね、普通に当たればいいだけか。じゃあここはジャンプしたらいけないと思うんですよね。なんでジャンプせんで落ちたら大丈夫、しゃがんでおけっていうことね。それじゃあここはキノコを取ってしゃがんでおこう、そして大砲に押していく、それでいいとは思うけど、なんでなんでなんて、え、大丈夫かなこれ、当たったけど、いや大丈夫っぽいよ。頼む、早く爆発して、やられちゃうからじゃあここは押しされてすぐ左に走っていこう。多分これで普通のマリオになってもう一回耐えれるんだよね。そして左に行っておこう、左に置く、そしてこれ叩く。何、ちょっと待ってね、これは上に行くべきか下に行くべきか、どうしよう。1/2、上の方が怪しいですね。こっちが絶対正解だよ。誰かブラパを倒してこのキノコにかけましょう。何よ、何あのキノコ、あっ、熱い。これは正解なんじゃないんですかね。さあ扉で入っていきましょう。下も行けるんだけど、さてここはちょっと戻された。いや、合ってる合ってる。なんで次はファイヤーを取らんようにしようか。一旦逃げておいてもいいと思うんだよね。キラーが何回か出てくるから、そしてこのキラーに乗ってこの土管に入る。多分これに合ってるで、ね、よし来た。中間ポイントに早く取らなまずい気がする。おっなんも起きんやん別に。じゃあこの上はなんもないか。右下は花ちゃんが出てきてるだけだね。じゃあここでオンオフをして、うわ下に行くと思う。まあ、中間取ってるし一旦下に行ってもいいんじゃないかな。下に行きましょう。いやこっちダメだね、この音楽はまずいやつ。あぶねえじゃあここでファイヤーを取って上に逃げようかな。もう何よ、ちょっと先回りして、こ、もうせんやんかこの P。 一旦右に行ってみていい？こっちに行ったらなんかあるのかな。なおもないで、じゃあファイヤーを本当に持ってこなきゃいけないのか。ただファイヤーで上に行くか下に行くかだね。ここ気になりませんか皆さん、行ってみましょう。あ、もう行けない感じじゃん、ちょっと寂しいな、見てみたかった感もするんですけど。じゃあこの青土管に入ってファイヤーを取って一番左に逃げておこう。多分ここに逃げておいたら大丈夫なんだよね。さてさっきも言った上か下か、下行きます、こっちに行きましょう。さて剣が手に入ったけど、この剣で左上叩くみたいな効果、あれここ壊してみます。頼む、なんか出て、なんで、あんもないのよ。指で P を押すかもしんないね、この P を押す、こういう感じ。そして左上に行く感じか、こう、あ、ちょっと待って、こう、よし、オッケーオッケー。そしてドア入りましょうか。ドア入ったら次は、なんでまた、またもう、いや上に逃げるよ、これで大丈夫でしょう。さて下か上かどっちに行く、下に行こっか、こっちに行きます。
こ上じゃない、多分上行けないもんだって。あ、早く逃げよう、右に行きます。鉄球が出てくる感じ、ここ頼む、なんか出て、なんでなんもないの、もうどうしないの、ここなるほどよし、それじゃあ次はファイヤーが出るのが分かったから、このファイヤーを手に入れてバネのとこ行こっか、そして上にジャンプ、そしたら次は右上にコイン、このコインはなんもないね、左に行くしかないね、左行きます。さてなんか USA キノコが動き出したね、なるほどここで USA もらえるのか、そして左のブラッパを倒していけと、そういう感じだね、これ上罠っぽいな、すごい罠っぽいんで、このパワーブロックで倒していきます。でもう一丁、どうしよう、これ取ったら大丈夫、左の方で取っておいていい、こうナイス、あ待って違う違うんだって、右の方で取らないけ、やった。そんじゃあここはパワーブロックで倒して、あ2体倒せたね、じゃあ1個持っていく、これ持っていけないのか、なんで入れないのえ上に行けってこと、あバネが手に入れれた、このバネを持って上に行くみたいな、いや全然届いてないやんこっちかな正解、あら違う、ちょっと先に行ってみるね、一旦チビになって右に行きましょう、トラスト、あ右に行けたね、こっちが正解なんじゃねえか、うわどうしよう、このハテナの通り行ってみる、このコインの通り信じてみます、下に行ったら大丈夫、やったー惜しいよし、それじゃあここ右の方に行っておこう、こっちだったら花もぐらー、それじゃあここはキラーを踏んで左に逃げます、そうでこのまま下に降りる、危ねえ、おお前かじゃあここは左下に降りた瞬間すぐ右下に降りる感じだね、そうここここオッケー、そして下でしょ、さてこっからどう行こう、 P を踏んで右に行くしかない感じだね、それでいいんでしょ、すぐ右、そしてうわどっち、これもう困る、こういうの赤に行こう、こっちに行きます、あ赤入れないんだ、じゃあ青しか入れないんでこの青のどか行きますね、おーい何Pを踏んだ状態のまま行けってこと、あこれ合ってんじゃないの、そしてこの下に戻れば行ける、大丈夫、なんでよどうすりゃいいのここ、やれないでしょ、あこのままオンフ変わるね、そしたらどうなる、オフ変わって下に行ったら次こそ行けるんじゃないかな、ほらやっぱり合ってる合ってる、そして中間ポイント1じゃねえか、もうゴールは、あでもなんか上これなんか怪しくない、さっきと違うパターンなんじゃないの、こうしてほらピンポンでゴールがある感じは、ほら次ね右下のこっちに行かされてるんですよ、さっき右上だったじゃん、こっちがゴールっていう可能性あるね、さあピーヨンが鳴り止むの待ってみましょう、なんだろうどういうことだろう、あまた右に行けた、えこっちゴールなんじゃないの、どうなんだろう、絶対そうだよ、もったいぶらせやがって、それじゃあこのまま気長にゴールへと行きますか、さっきの死に耐久じゃねえかここ絶対なんか変わってると思ったし、一旦このファイヤー取っておこうか、一旦ファイヤー取っておいて、そしてもう一回やられよ、なんかさっきよりちょっとこの死に耐久鬼畜になってないですかね、なんかアイテムとかめっちゃ降ってきてるんですけど、そして弾もなんかでかいんですけど、さっきより鬼畜になってないですかこの死に耐久、この C 耐久の攻略法が分かりました、みんなちょっと見ててね、あの音符のところに止まっておけば結構簡単にやられるんだよね、ただそこまでありがてほんともったいぶらせやがって、このゼロ弾とかいう人それじゃあ今日もご視聴ありがとうございました、この動画が良ければグッドボタン、そしてピヨキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします、そして Twitter、TikTok もやっていますんで動画説明欄の方からフォローをお待ちしております、最後までご視聴ありがとうございました、それじゃあまたね。